妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、アメリカのティアゴネ小型戦車、ミニヘルニャンコと T67 ちゃんだね。うむ。マップはローガ、マッチングはティアゴと6だね。それじゃあ初動は、中央から北西へ向かう敵重戦車さんへの、通行量を狙っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。このマップでの、超定番の初動だね。うむ。何度やっても何度も当たる、素晴らしい初動だよね。さて、今日は誰から通行料もらっちゃえるかな？よし、40TP さんを発見だね。続けてあれはチャーさんだね。ナイスショットだ妹よ。む、クロムさんは空母に突撃かな？でも、通行料はいただきますよってね。ナイスショットだ妹よ。と、そろそろ自走さんが飛んできても良さそうなんだけど、なんか今日は飛んでこないね。本当だねお姉ちゃん。開幕の位置調整に戸惑ってるのかな。見えてるであろう味方重戦車さんたちにも攻撃してないみたいだし、本当にどうしちゃったんだろうね。とはいえ、撃ってこないならそれに越したことはないし、このままチャーさんからもうちょっと通行料もらっちゃおうか。よしよし、今日の通行料は817ダメだね。ふふ、いい感じだね。本当だねお姉ちゃん。ティアゴや6なら、重戦車さん1両分以上のダメージだもんね。うむ。これだから通行料の徴収はやめられないってね。さて、これで通行料の徴収は一段落ついちゃったわけだけど、この後はどうしようかな。よし、重戦車さんだね。ナイスショットだ妹よ。でも、こちらも被弾しちゃったねお姉ちゃん。うむ。ヘルス的には互いに4発圏内。どうしようかな。あんまり美味しい展開じゃないけど、自走さんが撃ってくれるかもだし、もうちょっと相手しとこうか。了解だよお姉ちゃん。ハルダウンでなら、重戦車さん相手でも負けないもんね。うむ。その通りだ妹よ。むう、重戦車のくせに逃げ腰だね。あわう。でもそうだねお姉ちゃん。むう、これはまずいね。自走さんから狙われ始めちゃったね。本当だねお姉ちゃん。これ以上ここにいるのは危険だよね。うむ。ティア6自走さんの攻撃じゃ一撃必殺もあり得るし、ここは陣地転換といこうか。こちらの自走さんからの援護は、期待できない感じだったしね。了解だよお姉ちゃん。全体的に押し気味だし、下がるよりは横移動にするね。うむ。この辺りも定番といえば定番のスポットだし、今度はここら辺に陣取っちゃおうか。わかったよお姉ちゃん。さて、まだ一度の発見のない敵もそこそこいるし、誰か見えないかな？よし、早速敵を発見だね。ナイスショットだ妹よ。今のエジプトシャーマンさん、北西の重戦車戦場の応援に行くつもりなのかな？十中八九そうだろうね。北西の戦力を考えると、敵は 40TP さんにチャーさんの2両と、空母に上がったクロムさんの3両だけど、味方さんはティア6重戦車さんを主力とした結構な数がいってるからね。と、40TP さん下がってくるかな？その前に味方さんが倒しちゃったか。この後味方さんは敵陣方面に行くのかな？おそらくね。そこにさっきのエジプトシャーマンさんが横槍を入れるだろうから、そこをさらに狙って撃っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。狙い撃つね。どうやらさっき陣地転換したのは、大当たりだったようだね。いいね、お姉ちゃん。む、敵のミニヘルニャンか。でも、今はミニヘルニャンよりエジプトシャーマンさんだね。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。そしたらお次はって思ったけど、さすがミニヘルニャン、足が速いね。ミニヘルニャンも戻っちゃったし、まだ見えてないスウェーデン駆逐さんも潜んでそうだし、敵陣の守り、頑丈そうだねお姉ちゃん。うむ。足の遅い重戦車さんだけだったら、完全に足止めされてるケースだね。でも、今回こちらの北部隊の主力は、3両のティア6重戦車さんたちなんだよね。多分スウェーデン駆逐さんあたりが発砲したら、一気に突っ込んじゃうと思うよ。それなら私たちはここから狙撃がいいのかな？うむ。私たちは突撃するより、支援の方が喜ばれそうだね。了解だよお姉ちゃん。ナイスショットだ妹よ。
よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。今の子、変なところにいなかった？お姉ちゃん。うむ。あんな場所に足場なんてあったかな？空母決戦は、味方 T34 さんフルヘルスだし、任せてよさそうだね。む、あの KV-222 さん、フルヘルスだね。一切動いてないところ見ると、魂抜けちゃってるのかな？む、微妙に手法が下がってる気がするから、全く動いてないわけでもないのかな？とはいえ、あそこにいられるだけで味方さんがスポットされちゃうから、ここは倒しにかかろうか。了解だよ姉ちゃん。味方さんたち、敵陣手前の坂から、さらに奥へと進軍中だね。む、いい感じだね。むう、全然減ってない？あわう。この子頑丈だよね。と、別の敵が見えたね。動いてる敵を優先するねお姉ちゃん。む、それがいいね。くう、この距離だとミニヘルニャンの精度じゃきつかったね。あわう。でもそうだねお姉ちゃん。さっきの KV-222 さんを撃ち直したいんだけど、この辺だったかな？あう、ちょっとずれちゃってた。どんまいだ妹よ。見えててもなかなか貫通できないね。そうだねお姉ちゃん。禁断かなり撃っちゃった。あわう。ナイス撃破だ妹よ。それじゃあ私たちも敵陣方面に詰めちゃおうか。と思ったら ELC さんだね。でも、ELC さんなら1対1でも余裕で倒せるし、ここは突撃あるのみだね。了解だよ姉ちゃん。ただ、ELC さんの L1、さっきのキャバリエさんの L1 に近いよね。ふむ。確かにそうだね。これはなんていうか、思ったより変なところにいたね。あわう。これ、きっとハマっちゃってるよね。む。出たくても出れない感じだね。砲塔フリフリしててちょっと可愛いけど、倒しちゃおっか。ナイス撃破だ妹よ。あう。今の、とどめは T34-85 さんだよ姉ちゃん。あう。でも仕方ないね。さて、残る敵は SU-103 は近くに、フランス重戦車さんは南に、T34-85M さんは、最終スポット的にどっちに動いてても、って思ったけど、T34-85M さんも南に行っちゃってるね。それなら SU-103 に仕掛けるねお姉ちゃん。む。122mm 砲だと一撃圏内だけど、固定砲塔の駆逐さんだし、ここはできるだけこっそり接近して、一気に機動戦に持ち込んじゃおうか。了解だよ姉ちゃん。さて、そろそろ見えるかな？この距離と速度、向こうからも見えたはずだけど、どうかな？よし、これは回り込み成功だね。やったね、お姉ちゃん。むう、味方さんの攻撃がガシガシ当たってるけど、機動戦の最中は車線を気にしてる余裕ないし、これは許してほしいね。ナイス撃破だ妹よ。これにて無事に勝利だね。それでは勝利の雄たけびを。にゃーおー。成績発表。よだめ3875、キル数3、アシスト149、棒ダメ110。スコアは1407でチーム内トップ。M バッジに大口径、凶暴者をゲットだね。収支は、KV-222 さんに、禁断を大量に売っちゃったせいで、思いっきり赤字だね。今日のバトル、序盤は通行料、中盤は北部隊を支援できる位置での狙撃。終盤は突撃と、これぞミニヘルニャン、これぞ猫型戦車って感じの動きができたよね。本当だねお姉ちゃん。魂抜けちゃってる子や、引っかかってる子もいたけど、いい感じだったよね。ではでは。にゃーおー。